メリークリスマス。どうもサンタのおじさんだよ。さあ本日なんですが、皆さんにねクリスマスプレゼントを、お届けしていこうかなというふうに思っておりまして、新パックで登場したサタンクロースというモンスター、皆さんご存知でしょうか。あまりにもうざい、プレゼントをね、本日はお相手の方に送りつけていこうというデッキでございまして、このモンスターはね、怪獣なんですよ基本的に。このカードは相手のフィールドのモンスター1体をリリースして手札から相手フィールドに守備表示で特殊召喚できると。でこのカードがこのカードの丸1の方法で特殊召喚に成功したら、エンドフェーズに1枚ドロー。つまり、まあ、相手のフィールドに相手のモンスターをリリースして特殊召喚できる怪獣なんですが、その代わり、このモンスターをそのターンに処理できなければエンドフェーズにね、送りつけた相手が1枚ドローしてしまうみたいなデメリット効果、まあ、2番がデメリット、1番は超メリットみたいな感じのモンスターになっております。でこのモンスターなんですが、なんと、ラバーゴーレムとかと違いまして、このモンスターの丸1番の効果を使用しても別に通常召喚とかできます。特殊召喚とかもできます。特に制約ありません。1番マジで怪獣です。はい、ということで、いろんなデッキちょっとちょっと試してみたんですよ、このモンスター入れて。例えばね、一番ね、そのなんだろうな、使ってみて強そうだなって思ってたのは妖戦獣とかだったんですよ。なんか妖戦獣とかで、なんかその戻してこの妖戦獣のさ、なんだっけ、このかまいたちとかで戻してさ、もう一回使い直せばめっちゃ強いんじゃないと思ってたんですけども、妖戦獣、そもそもの妖戦獣のギミックが強すぎて、こんなもの入れるよりは普通にサイクロンとかああいう系のカード入れた方が強いなってなってて、でこいつどういうデッキになんか入れたらいいのかなと思ったんですけども、私はね考えました。この人ね、実はね光属性なんですよ。でレベル6ということで、まあアドバンス召喚も普通にできるんですよこれ。なんでライトロードにぶち込んで、でなんか結構ねルミナスの効果止めてくるようなモンスターとか、あとなんだ制圧してくるようなモンスターね、まあ、ブルームディーバーとかも結構きついんですよこれ。レビオニアとかの効果で破壊できないしみたいなのがあるんで、まあ、そういうモンスターをね、サンタクロースでもうプッて処理して、はいクリスマスプレゼントドーンみたいな感じでモンスター出して、でその後にその出したモンスターもろともね、レビオニアパイセンでバチコリ割ると。これができればね、多分ねめっちゃ強いということで使ってみたんですが、あれ結構強いですねこれなんかね、相手のフィールド上に出した後に処理できないデッキは弱いんですよこれを。守備力2500あるから結構高いですし、これマジで妖戦獣とかに入れてもねあんま強くなかったんだよね、なんかやってみたけど。けどこのデッキってその一応効果さえ取れれば、だからレビオニアさんマジ強いじゃないですか。でまあこれこの後リミット2にね、あリミットじゃないリミット3にねぶち込まれることになってるんですが、このデッキシャドウリミット守ってますんで、このデッキ使えるんですよこれでね。こっから例えばね、深淵の西村ものとかサメの、あとガイアとか、それからなんだ、ブルームディーバーとか、なんかそのレビオニアさんの効果を通すのに邪魔なモンスターとかをなんかしょった後にバチコリで終わることができて、しかもこいつ光属性ということで別に援軍とかソーライクステージで落ちてもいいと、そういう話デッキ名やばいことになってますけどね、デッキ名やばいことになってるんですけども、とりあえず早速このデッキを使ってデュエルしていきましょう。デュエルスタンバイ、メリークリスマス。さあお相手の方、闇遊戯くんよろしくお願いします。デュエル3倍ハンド、お強いですね僕これ。あガイアね、オッケー。ハンドはなかなかのね強力なハンドと言っていいでしょう。まあ採点するとしたら、そうだね180点。うんまあちょっと墓地の落ち方にもよるか。でもはい、カースオブドラゴンどうぞ。とりあえずレビオニアを通してね、進行していくだけの簡単なお仕事なんで、はい、だろう。とりあえずでもな、ここなんかあれなんだよな、モンスター前破壊できるかどうか問題が結構あって、まあレビオニア落ち方次第か。でも、まあ、でも言うてね、これね5枚ハスタートなんて結構強いですよ私。ステゴサイバーも来ちゃう、ステゴサイバーも来ちゃう。ステゴサイバー送っとくか。はい、ステゴサイバー送っとく説ある。ステゴサイバー送っとく説で、最強モンスターを2枚持ってくる。これレビオニア来すぎだな、ハンドに。これはこれで、でレビオニア行こう。頼むよ頼むよ。
頼む、援軍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 がやって、なんでかっていうとその墓地にたまんないから、まあ、とりあえず挨拶はするんじゃない。ここさすがに一旦挨拶しよう。光闇城で、おい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 、おはようございます、おはようございます、おはようございます。さあ、あの癖が何でしょうね。まあ多分ね、それは読んで、月書なんだ。そう、温存すればいいのにね、月書。早くない、月書打つの。温存すればいいじゃん。それ、破壊するか分かんないように。どれ破壊するか。それさ、月の書使っちゃったらこうなるんだよ。月の書は使わない方がいいですね。基本的に。なんか、ま、墓地弱っ。ああ、ドラゴンズミラーはやばい。ドラゴンズミラーはやばい。ドラゴンズミラーはやばい。あ、よし、ああ、やばい、守備力がゼロだ、俺のレビオニア君は。助けてくれ。うわー、レビオニア、レビオニア君、レビオニア君、レビオニア君、ああ、サタンクローズ来た。はい、一旦プレゼントしまーす。メリークリスマス、メリークリ、メリークリ、メリークリスマス、ウォーホー、弱っ。落ち方弱、落ち方弱、やべえ、サタンクロースでワンドローするのめっちゃきつくね、これ。いや、今のでレビューには出して処理するはずだったんですよ、僕12シンクロして。ちょっと助けてください、お願いします、勘弁してください。ステゴサイバーもう落ちてねえしな。よし、ま、魔法カード落ちすぎなんだよ、魔法カード落ちすぎなんだよ。あ、大丈夫だ、オッケー。なんか相手も事故ってる、相手も事故ってはいる。あ、また サタンクロース来た。一旦墓地肥やしてから考えよう。はい、カオスベトルイヤーも来た。カオスベトルイヤー来たのでかいな。カオスベトルイヤー来たけど、まあ、カオスベトルイヤー来たとてみたいなとこあるから、まあ一旦2枚選んで破壊を飛ばしていけばいいんじゃないですかね。ベトルイヤー残しておく人なんだろう。まあ一応あるか、光闇浸透できるかもしれない。レビオーリア&レビオーリアの効果発動、レビオーニアの効果で2枚カードを選んで破壊していく。ああ、聖杯 OK、 聖杯 OK、 聖杯 OK、 OK 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 OK。 サタンクロース邪魔だろうな。ちなみに相手のフィールドにモンスターがいることによって、あのガイアも出せないっていうね、ちょっと面倒いでしょ、このなんかサタンクロースがモンスターで攻撃するときはあれですからね、あの1200しかありませんから。はい、勝ちで俺のドラッグオンバーミリオン、ドラッグオンバーミリオンの効果発動。ドラッグオンバーミリオンの効果により墓地の中南モンスター一体を除外し、お前にあげたプレゼントを返してもらおう。プレゼント返してもらうの迷惑じゃない。これちょっと闇闇闇できないんですけど、まあ、しょうがないんでこうしていく。でレビーオーニア出していく。あー、これ自分出そう。クリスマスプレゼントいきまーす。自分で自分にクリスマスプレゼント、 for me、 oh for me、このプレゼント迷惑じゃん。さあ、お相手の方シャークさんですかね。シャークさんはタメですかね。シャークテリトリーですかね、これ。ディーバオッケー、割とハンドは強い。重装系ディーバね、できるやつはね、あのセンスあるね。はい、こいつだ。はい、あの狙撃も出していく、狙撃もしていく、狙撃してからの、これどことどこだ、深淵に潜むの、どことどこだ、あそことこそこか、はいはい、オッケー、はい、セッツ、カードをセット、セッツ、ニフセツエな、俺のターン、ドルン、ちょ、一旦挨拶から入っていい？ソーラーエクスチェンジで、一旦ソーラーエクスチェンジで、で、2枚ドロー2枚捨て。メトロイヤーか。援軍、あ、やべ、めっちゃ強い。反応め、あの、気づいたらめっちゃ強い。とりあえず、先、こっち行ってからでしょ。てってれー、
急にプレゼント、てってれー迷惑だなこのプレゼント、ガチめに迷惑だなこのプレゼント。ルミナスか、ルミナス、ルミナスだな、ルミナスで、まあ、光闇ジョーから入っていいんじゃないかな。まあ、新規をちょっと通したいんで光闇ジョーからいきますか。まあ、ちょっとカオスベトレイヤー若干もったいない気がしますけど、まあベトレイヤーとルミナスを、ちょいこうじゃん、これこうして、はい、ちょいちょいちょいセイトゥレビオニア着地効果、レビオニア着地効果、まあ、あのガードどうするんでしょうかねこれね、ちなみにめちゃくちゃ強いのはこのなんかサタンクロースとかいうモンスターがいるとなんかそのサメの領域使えないんですよ。なんかあのね、あのデッキ確かね、フィールド上にね、水属性のみの場合みたいなね縛りあってね、なんかスキル発動できないらしいよ。だからあのサタンクロースを巻き込めないっていうね。しかもあのデッキアドバンス召喚入ってないじゃん。だからサタンクロースめちゃくちゃうざいらしいよ。包括それ打っちゃうの、いやそれ打ったらだってえ全部破壊されないそれ、大丈夫、全部破壊されちゃわないそれ、それ全てのカードが破壊される可能性あるよね。まあ、とりあえずこの捨てカードとサタンクロースでバチコーン違う、自分で送りつけて、自分で送りつけて爆破してんの迷惑だろ、マジでマジで迷惑だわ、おいおいおいこれでこれでマジ迷惑なんだけど、最悪のプレゼントなんだけど、これこれなんかあの日本サンタクロース協会から怒られちゃう、これこれとサタンクロースいらないな、はい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 こんなプレゼントハマったもんじゃねえよな、絶対いらないわ。さあお相手の方、覇王重大くよろしくお願いします。援軍来てんのはでけえ、とりあえず援軍で、マジ弱いですねこれ、これマジで弱いですねどうしよう、まあ、でもこれこうするしかないか、こうするしかないで、ライデン召喚で、ライデン効果送ってくで、バルブ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 出したいとかいいのかな、これバルブ、いや出す必要ねえだこれ、バルブ出す必要ねえ、はい、いやーちょっとやばいなこれ、ちょっと防御だ落ちない、まずい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 、ちょステゴサイバーくんが落ちないとマジでね、このデッキねガチ弱いの、防御だか、覇王城権限、いやーやばそう、ダークフュージョンを見せていくで、覇王城が、製造されていく、現れろ、そっちがそっちがプレゼントしてくんの、え、あ、やばい、これでこれプレゼント爆発する気や、おい、なんだこの相手にプレゼント送りつけて自分で爆発するゲーム、おかしいだろ、おかしいって、お、なんだよこのゲーム、神ゲーだな。